はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、ナスですね。ナスがちょっとね、弱ってきたなって言った時に、ちょっとね、ナスをですね、秋以降も長くですね、収穫させるための、作業ですね、そちらをですね、ご紹介していきたいと思います。結論から言ってしまえば、更新剪定っていうね、作業になるんですけれども、これをね、することによって、夏の暑い時期はですね、ちょっとね、ナスを実らせないでお休みして、それで、夏越えて、お盆越えた頃からね、ちょっとずつ涼しくなるかなってね、思うんですけれども、それに合わせてですね、今のうちから作業をすることによって、そういうね、状態、秋以降もね、長くですね、収穫できる状態にすることができますので、早速ね、説明していきたいと思います。今年はね、ナスね、たくさんね、収穫しまして、白ナスもね、はい、とろっとしてね、とても美味しいナスになるんですけれども、収穫できました。で、まだまだね、これからもね、白ナス元気よく育てていきたいなってね、思いますので、皆さんもね、これからね、秋以降もね、ナス育てていきたいよという方は、よければね、参考にしてみてください。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。まずはですね、では結論から言ってしまいますと、ナスですね、成長してきましたら、まずは葉っぱですね、をある程度3分の2程度ね、落としてしまって、そして、根っこの部分もですね、ちょっとね、カットして更新剪定をしていくっていうね、そういうね、形で、作業をね、していきたいなと思います。じゃあまずですね、様子を見てみたいなと思います。はい、こんな感じでね、ナスですね、元気よくね、育っています。ちょっとね、ナスですね、かなりまたね、実って大きくなってきましたので、こちらはね、収穫をしていきます。よいしょ、早めにですね、ちょっと収穫をして、株が疲れさせないようにですね、していきたいなってね、思います。といってもですね、サイズとしては、中ぐらいのサイズかなってね、思うところです。あとはこれ、葉っぱの後ろに隠れていますけれども、こちらもナスね、育っていますので、これも収穫をしていきたいと思います。はい、これですね。そして場合によってはですね、こんな感じでちょっともうナスね、傷んできています。こういったものはちょっとあまりね、美味しくなかったりしますので、これはちょっと残念ですが、取っていきます。あとは下の方ね、見ると、ちっちゃいのがね、なってきていまして、あと上の方ですね、見ていただくと、あ、これはすごいですね、いいサイズのナスですね、成長してきています。これはよし、取っちゃいます。すごいいいサイズ、本当大きいサイズのね、ナスが収穫できました。はい、まずはですね、こちら更新剪定という形で今日は作業をしていきたいなってね、思います。まず更新剪定っていうのはどんな状態なのかっていうのは、葉っぱとか根っこですね、そういったものをカットしてしまって、新たに成長を促進していこうっていうね、そういった作業になります。では実際ね、図で調べしますと、これが土の状態になります。そしてこのように、ナスの、ね、木がね、ぐーっとね、生えていまして、こういう感じで、はい、ね、葉っぱとかがですね、出ている状態になります。そして、根っこがですね、このようにぐーっとね、伸びてきていまして、こういうふうにね、どんどんとね、今ね、すごい旺盛に根っこも成長して生えてきているっていうね、そういう状態になります。そしてこの時ですね、ナス、ちょっとここですね、もうちょっとコンパクトに描いていこうと思うんですけれども、これ今3本仕立てですね、こんな感じで成長させて、こういうふうにどんどんね、大きくなるようになって、さらにこちらですね、大きくなるようにして、こう3本仕立てですね、にするようにして育てています。そして3本仕立てで育てていて、ここね、実がちょろっとね、出てきたりとかしているんですけど、あとこういう葉っぱですね、こんな感じでね、葉っぱが出てきています。そして作業するものとしてはですね、3分の2ですね、3分の2程度ですね、これがずっと空いていまして、3分の2程度ここでカットしちゃうんですね。こういったここでですね、カットしちゃいます。こういったところでカットします。そしてただね、ここちょっと省略はしていますけれども、ここからね、脇芽ですねが出てきて、このね、黒い部分はですね、茎ですね、脇芽とかね、出てきたところになります。なのでこの部分でカットはするんですけれども、さらに下の方からですね、また脇芽がね、出てきて、ね、茎がですね、このようにね、出てきています。はい、なのでここをカットしてしまっても、こ
この部分のですね脇芽がまたねぐーっとね成長してきまして、これらですね、これらが成長してきまして、またね秋以降にもですね元気に実がついて、葉っぱがついて実がついてくるというですね、そんな感じでどんどんね成長してきます。そして根っこですね、根っこもですねここからだいたいそうですね20センチの場所ですね、この場所にスコップでちょっとね切れ込みを入れます。なのでここまでですね根っこが生えてきて、もっと本来はぐーっとね成長、根っこですねこんな感じで成長していると思います。はい、こういうふうにね根っこがですね張り巡らされて大きくね成長しているんですけれども、この部分でですねスコップをサクッとね入れちゃうんですね。ここのサクッと入れちゃいます。そうするとここの根っこがですね、ここの根っこはここでね切れてプチプチって切れて、もうねここの先からの根っこはね死んじゃうんですけれども、そうすると新たにですねここ切れたことによって、こちらからまたね別の根っこがですね、秋以降にですね、まあ、今カットすることによって夏にどんどんですね根っこが新たに成長してきまして、それで、根っこをですねさらにまた多くなってよりね成長していくって感じになります。そしてこの時ですね、根っこを切った時、スコップを入れて切った時に、肥料ですね、肥料をポチ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 ってね、こうスコップに沿って入れていくんですね、ザーッと。はい、こちらもザーッとね、肥料ですね、入れていきます。それで入れることによって、こちらの部分から肥料をまた吸って、それで根っこをですね、より旺盛に成長するっていうね、感じになります。そしてこの時注意しないといけないのは、肥料を入れましたらお水ですね、お水をジャーッとね流して肥料がちゃんと溶けるようにですね、はい、しておくといいです。この肥料が溶けることによって、そのね溶けた水分ですね、肥料が水分で溶けて水分に肥料が浸透して、そして水分と肥料が混ざった液体、そういったものがまた根っこですね、ここから肥料を吸って、新しくですねこういうね葉っぱですねつけたり実をつけたりとかですねして、元気よく成長していくっていうね、そんなイメージになりますので、はい、こういうふうにですね更新剪定っていうふうにして育てていくと、今後ですね大きなナスですね、またね秋以降に収穫できるようになりますので、よければね参考にしてみてください。そして今ナスですね、ここねなってると思うんですけれども、3本仕立てにしていて1本ですねに、育っていて、2本目こちらが育っていて、3本目がですねこちら育っています。こういう状態で育っているんですが、上の部分ですねちょっとね、もう、上の葉っぱ先端から花はね出ているんですけれども、ちょっとちっちゃいこういうナスしかできなくなってきてるんですね。なのでこういったねものをですね早めに取ることによって、その後ですね下の根元からですね、葉っぱがね出てきてるんですね。例えばこういったところですね、こういったところの葉っぱがあります。これですね、この葉っぱの部分が成長して大きくなってくるので、上の葉っぱはですねちょっとね先端の部分ですねカットしていきたいと思います。こういう感じで1個ね大胆にちょっと取りました。そしてまたさらにこちらはそうですねナスね育っているので、これはちょっと早いんですが取っちゃいます。はい、そして取って上のね部分ですね3分の2ほどこうやってねカットして、はい、すっきりとさせていきたいと思います。はい、そしてこちらもですね同じですね、同じ要領で、はい、カットしていきまして、こちらの奥もですね大きくね成長はしてきてはいるんですけれども取っちゃいます。はい、で葉っぱもねちょっと落としていきまして、かなりねすっきりしたかなってね思います。はい、最初はねこんな感じでなっていましたけれども、今はですねこんな感じでさっぱりしました。そして葉っぱもですね下にこのようにですねしなっと垂れてきています。こういったね垂れてきたものはですねもうね葉っぱの役割は終わりに近づいてきていますので、こういったねしなっとね下に垂れてきた葉っぱとか虫に食べられた葉っぱもですね思い切って、はい、カットしてしまいます。こうすることによって、新しいね芽ですねが、葉っぱ
葉も出てきて、さらにですね、秋以降も美味しいナスを成長させてくれたりしますので、そんなイメージでですね、はい、ナスは更新剪定って形でやっていくと良かったりします。あとはですね、下の部分ね、見ていただくとこのようにね、今ねなっています。そしてちょっと葉っぱは端っこに寄せて片付けて、この、中ですね、ここから20センチほど離した場所、に穴をですね、ちょっと開けちゃうんですね。そして大体でも開けすぎると根っこが全体的に切れてしまいますので、2箇所ですね、2箇所ほどこの場所と、じゃあ対角線上にこの場所ですね、この場所をちょっとねカットして、はい、根っこをね断ち切っていきたいと思います。ではこちらにスコップをね入れていきます。ここから20センチですね、離したところにですね、はい、カットしていきます。直線状に、はい、こうするとね、プチプチっと今根っこがですね切れた音がしたかなと思います。そしてこのようにやりましたら、ちょっとここ隙間を開けまして、この場所にですね、肥料ですねを入れていきます。有機肥料にこだわりたい方は鶏粉とかでもいいんですけれども、僕はねちょっとカルシウム入りですね、カルシウムが入っている化成肥料ですね、これをね上げていきたいと思います。これ窒素、リンですねが44あって、カリが2あります。カリはね根っこを伸ばして、リン酸とか窒素は実なりとかですね、実を成長させたりとか、あと窒素葉っぱをね成長させたりとかしてくれますので、これをですねちょっとね入れることによって、秋以降もですね葉っぱをつけて美味しいね実がついていきますので、そんなイメージでやっていきます。そしてこれはね一握りほどですね、はい、こんなぐらい、こんなね感じの肥料になりますけれども、これをね、入れていきたいと思います。この場所にパラパラーとね入れまして、しっかりとね肥料が吸われるようにしていきます。はい、そしてここやりましたらお水ですね、たっぷりとかけていきます。では反対側もこちらも同じようにやっていきます。このようにスコップを入れまして、はい、根っこを切ります。根っこが切れましたら、またね肥料を取っていきます。一握りほど取りまして入れていきます。はい、で戻します。はい、これでね、元気よくなすね、これからも実が、ねついていくかなってね思いますので、そんなねイメージでですね、ナスですね更新剪定っていう形で完了しましたね。かなりですね最初の状態に比べるとしょんぼりしたかなってね思うんですけれども、これからねどんどん大きくなっていきますので、はい、楽しみにねして育てていきたいなってね思います。はい、はい、こちらねナスですね、すごいね元気よく育っています。これはね世界一美味しいと言われているナスになりまして、よいしょ、ちょっとね収穫してみたいと思ったんですけれども、こちらですねすごい、これね輪切りにしてステーキみたいに焼いたらすごいとろーっとしてね、とてもね美味しいナスになります。こちらね、今晩ねいただいていきたいと思います。すごいです。はい、ね、こちらのナスもですねそろそろね収穫衰えてきたりとかするので、ちょっと状況に応じながら、特にね下の葉っぱですね、黄色い葉っぱとかあったりしたら、なるべくね取るようにして、ちょっとねすっきりさせながらですね更新剪定ですね、こちらも、はい、やってねいきたいなってね思います。でもまだそこまでね枯れてくるって感じはないですので、もうちょっとだけ様子見て、まあ、8月中旬ですね、遅くてもそのぐらいまでにはね作業して、はい、やってねいきたいと思います。はい、こちらもねナスになりまして、これもちょっとね成長がゆっくりになってきたので、更新剪定って形でしていきたいと思います。ここもねかなり伸びてきているので、この部分ですね、ここで思い切って、はい、カットしちゃいます。そして先端の実ってるねものですね、これは収穫をしていきます。はい、そしてこちらもですね、そしてナスね収穫しちゃいます。
白ナスはね、ほんとね、美味しいですのでね、はい、たくさんね、今年も育てています。はい、そして今ね、ここですね、2箇所やりましたので、3箇所目ですね、こちらも、はい、カットしていきます。はい、OK です。そしてこちらも、はい、こんな感じですね。これぐらいまでしっかりと、はい、カットすることによって、次ですね、秋以降に美味しい、はい、ナスですね、また育っていきます。そして下の部分とか、あの黄色くやっぱりね、枯れてきている葉っぱとかですね、そういったものをね、はい、綺麗にちょっとね、整えていきたいと思います。よいしょ、こんな感じかな。はい、だいぶね、すっきりしたと思います。いかがでしょうか。そしてこのようにできましたら、下の部分ですね、同じように肥料をですね、入れていきたいと思います。はい、ではね、こちらですね、スコップで入れていきたいと思います。じゃあこの場所、20センチですね、離れた場所にですね、ここにスコップを入れていきたいと思います。じゃあこっちで入れていきますね。このぐらいかな。入れましたら、肥料を入れていきます。今回は化成肥料ですね。今回も化成肥料、はい、これで OK ですね。そして反対側も同じように入れていきます。はい、そして肥料を入れていきます。はい、OK です。これでいいですね。はい、今ですね、肥料を入れましたので、早速お水をかけていきたいと思います。はい、こんな感じでね、お水ね、かけまして、はい、しっかりと水分ですね、浸透して大きく成長するようになりますので、はい、今後のね、成長が楽しみです。はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。皆さんもね、暑さはね、すごいですのでね、無理のない範囲でですね、作業をしてみてください。はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。